あるじゃん、第二物置。ここだ、ここ、けてないじゃん。ありがとうございます。あ、かぼちゃ。かぼちゃ。え、待って。うわー、なんか、見て。やばいよ。ね、なんじゃこりゃ。やばそう。数学みたいや。溶けだって。とりあえず、こう、2匹が成熟したやつは、とりあえず置いとっていい、いいのかな。何これ、マジで。この図を解け。え、なにこれ。4、3、5、6、1、2、7。これ難しいな、なんだこれ。まずこれが何なのか分かんないとね。さっきの漢字っていうのは分かったもんな、うん、左のやつが。俺は分かんなかったけど、多分また叩く場所が分かるかな、分からんけど。え、まあ、そういうことか。これ3回4回叩いてみたら。あ、違うかな。無理か。あ、でも A とかもあるもんね。そうだよね。うん。次第で言っちゃってるけど。脳筋だね。それでいけたら苦労しねえぞ。まさか。なんか反応でもしてくれたら。マジでなんもないな。あ、違うか。メモが先かな、うん、メモした方がいいのかな。そしたらなんか見えてくるんかもな。でも動物が他に何がいるかだよな。え、残り1時間。うわ、焦らしてくるね。あ、一応2匹なんか狼のこのなんか、あー、はいはいはい、いたね。そういえば本当だ。その中央、その中央ってさ、ここのことかなじゃない。一回やってみてよ。な、数発貫けって書いてあったからね。あ、確かに。うん、違うか。あ、え、これはこれ。え、なんか怖い、この絵。なんか怖いね。確かに。めっちゃ怖い。でもこれも一応2人じゃん。あね。愛貫いてるようには見えないけどな、俺は。間違いない。こいつら、こいつら。こいつら愛の形だよ、一応、ほら。ちょっと愛の形。大丈夫？デブやん、ただの。でもさ、中央っていうのはしっくりこないよな、なんか。確かに。はっきり分かんないじゃん。どの中央かも分かんないもんね。そうなんよね。無理や。まあ、2匹じゃないってのもあるしな。愛の形を見せるってなんや。僕の予想だけどさ、はいはいはい、1枚絵があってさ、その1枚絵のどっかになんか2匹の愛の形があって、その絵の真ん中を打つとかないの多分。あー、ポソーポソー。絵見に行くか。絵のもしかしてあるかもね。でもそんな絵あったかな。なんかね、芸術家みたいな絵しかないんよな。これ、これ赤とさ、紫の間は、うん、赤と、どこどこ、この赤と紫の間、なんか赤が女で男が紫みたいな。関係ないか、関係ないか。そこだけ繋がってたからさ。え、でもなんかありそうだよな、確かに。うん。え、でも A 確かに怪しいね。他に A ある場所なかったっけ。いや、1階とか結構あったかも。あれ、こんなかなんかあったっけ。え、ねえわ、ないわ。あ、そこはないかな。この中に A はないか。天井とか別に何もないもんね。うん、あのね、50音順らしい。50音順？これ、わからなかったんで、ちょっと見させていただきました。なんかね、赤さたなはまやらわで、うん、で、そこだけしか見てないんだけど。あ、もうわかったやん、これ。ん？あ、これ、木でしょ、木。木。ん？あ、そういうこと？違う？あ、2番目に来るってことじゃない？何が？に、かの、かが2番目に来ますよって意味じゃない？あ、はいはいはい。だから、坂、で、4番はどこだっけ？さ、坂。な、な、じゃない？坂、さ、魚。あ、あ、魚あったよね、なんか。あ、あ、あれか。ちょっと待ってね、魚。魚を。魚を。五、五、五はた、た、さ、魚をた、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 さ、さか、魚を叩きましょう。
叩け。ありがとうございます。魚を叩けだ。ありがとうございます。うわー難しい。いや、わ、言われてみれば確かになってなるけど、わかんなくね。わからんね。そのヒントがさらに欲しかった。54順ですよみたいなヒント、ね、俺さっきさ、ワンちゃん魚叩きかけ、この魚な、エモートしたらな、あれあれはははやんけ。え、これでしょ多分。そうだね多分。おやばー。うわえ、これ俺ささっきさ、うん、ツッコミの感じでさ、おい動けよってしばいてたら進んでたってことでしょ。大広間奥の右だね。ここ、そこ右のとこが確か書いてあった。あ、ほんとだ。めっちゃ知ってんじゃん。住民や。お、すげえ広っ。広いね。これは、やばい。大変そうやぞ。結構長いタイプなんや、これ。だって貫いてないじゃん、まず。あ、そうなんだよね。ほいしょっと。なんかね、ボタンがあるんやけど、押せないよね、ここ。ほいしょっと。なんかあるん？なんかまた難しそうなやつあんだけど、もう。やだね、何？こ、問題の答えの数字を奥の選択肢から選べ、ミスっても1回だけやり直せるが1分かかる。あが 1.1、ねが 4.5、まが 1.7、じゃあ手は？あかさた。あ、そういうことや。これわかるよ。赤さた、赤さた、4の立ちつ、立ちつって 4.4 ってある？あ、あるわ。え、何？どういうこと？どういうこと？どういうことなの？それは。え、これ打てばもう大丈夫だけど。え、一応、え、このさ、根がさ、意味わかんなくない？ 4 の5。4.5 じゃん。え、赤さたって、あ、赤さたな、赤さたな。5があれか。そういうことか。あ、縦と横が今俺多分逆になってたんだ。そう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 。だから手は一応納得すると、赤さたね、あ、 4.4 か。そうだ。すげえ、めっちゃ冴えてるじゃん、ね、やばすげえ。いや、これはさっきっ、まあ確かにね、54順がまだ続いてたっていうのはあるかも。 そこにでも気づけるっていう。あ、先輩先輩、はいはいはい、フォークなんかありますよ。若干見える。ありがとうございます。何？あ、狙っております。あ、どうなのでしょうか。打っております。当たってるけど何も意味はないっすね。やべ、あと40分で終わりや。あ、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 なになに、ねえ、ねえ、ねえ、見て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 よ見てよ見てよ。あー、あー、決まってね。やった、ありがとうございます。おっしゃー何かが起きたらって。え、マジで気持ちいいんだけど。お、置いてんじゃん、あそこ。ほんとだ。え、もうマジで嬉しいんだけど。え、でもそうだよな、ね、成熟したいってさ、注意がいないって言ったじゃん。そうだよ、やっぱりさ。ナイフ、何かが起きる。ボタン2を押した。ん、え、それ誰か押してなかった？この辺にあるやつでしょ。あのね、ここが、あ、押せるようになってる。ほんとだ、隠しスイッチ。あ、行きまーす。バチ、あ、大きいのかよ。これは大きいんだけど。え、3もあるってことかな。あ、そういうことか、そういうことか。いや、わかんないけど、 あそこさ、なんかいけるっぽいとこあるよね。なんかアスレになってるっぽくない？これ、あ、いけるいけるいける、絶対いける。お、じゃあ行こっか。行き方わかんないんだけど。さあ、まひとくんの得意分野、アスレチック。任せろって言ってんだろ。あれがある、バウンサーだっけ。バウンサーあるね。え、じゃあ、え、でもそこいけないよ、多分距離的に。あ、あ、いけるな。あ、いけるわ。ほら、え、いけるんかな。あ、あただただまっすぐ走りかけていったぞ。ただただまっすぐいった。あ、ねねね、なんかあるなんかあるなんかある。俺今こっちからこうやってすり抜けていけらんないかなと思ったけど。この館の主は重要な鍵をは大抵暖炉に隠してるやって。暖炉ね、俺ね、あ、そこにもあるけど、さっきのとこにもあったよね。ね、初期の方にあったよね。そう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 。なんもなくない？でもびっくりした、今火ついたのか、たまひくんのこれで。いや、でもさっきのとこも別に調べれるとこはなかったよ、暖炉。一応見たけどね。うわ、なに、あ、やべえ、やべ、すげえ。ついにこのサボテンから解放か。もうな、締め付けられるから。これ、マジかよ。マジかよ。
怪しすぎるやろこれ。あ、そうそう、ここが見えたんよ、俺。あ、いけるんかい、こっちから。ありがとうございます。え、で、あ、そこなんかね、踏めるんだと思う。あ、踏んだ踏んだ踏んだ。おいらも謎の時プレールームにつながる。プレールームや玄関がどうたるこうたって書いてあった。あ、プレールームあったわ、こっちだ。玄関ってことはもう、え、もうめちゃ解放される日が近いかもしれない。あ、サボテンか。ここここ、ここの右がね、プレールームって書いてた。え、お、いけるぞ。え、え、あ、ここ待って、あ、マイトくんや、マイトくんが、すげえ。ほんまに同化しとるみたいになっとる。かっこいいな。わからんやろ、おい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 、わからんやろ、おい、おい、わからんやろ、おい。マジでやな、あんたは。俺の場合、ここにこうやっていたら意外とわからへんかもしれん。こんなとこにサボテン生えてねえよ。開きますよ、皆さん。お、あれ、まだ一筋縄ではいかないんですかね。ここにあるよ。ね。押しちゃって。あ、問題出すか。二つの鎧、対面し合えば成立する。だが、変身した者が鎧と対面しても変化はない。まあ、とりあえずこっちに問題解く場所あるよ。うん。P。A。あ、MA、あ、マップって書いてあるよ。おー。うん、マップを見ろってことじゃない?これ。あ、やめて。よ、え?マップ。浴槽に隠しスイッチ?え?何が?え、マップ開いて、マップ開いて。マップに。うん、あ、ほんとだ。あの、風呂場か?マップってそういうことか。すげえ。マップ開くのか。え、なんでいつの間に出たやろな、これな。ね。すげえ。ああ、ありがとうございます。ございます。トイレの隠しスイッチが押された。正解。いや、風呂場じゃないんかい。え、今のは俺だった。これで結局何が起きたかわかんないよ、ね。いや、そうなんよ。え、押し、え、なんかね、出てきたよ、これ。これ見て、これ。見て。え、何それ。え、何それ。あ、変身するやつだ、それ。変身する。銃。あ、変身しろって言ってたじゃん、さっき。はいはいはい。え、でもさ、変身したものだと、どんなにかこうにか。はははは。おい、でかくなりすぎや。ああ、思った。でも、変身したものが鎧と対面しても変化。まあ、でも一応。俺へ、対面してみるわ。うん、隠れとるやつおるやん、ここに。ここに隠れとるやつおるって。バレたか、これ。早く鎧なってよ。おい。おい。かっこいい。対面してみて。え、あ、びっくりした。残り30分だって。でもそうなのね、変身したものだと意味ないって出てるから、じゃあ何だった意味があるんだっていうね。じゃあ俺がマヒ君と対面してみよう。お、びっくりした。ねえ、クリアしたのかと思ったら、ドキドキしたよ。あ、待って待って待って、なんかあるよこっち。電力不足ってなってる。解いたらここになんかはめるってことかな。先にその問題なんかな。変身したものがやつの変化。あ、わかった。はい、鏡とかさ、それにさ変身するんじゃん。ああ、それできたらかっこいい。絶対それじゃん。すごい。でも鏡があるかどうかだけどさ。え、鏡あるよ。こっち来て、こっち来て。え、でっかい鏡？うん、ほら。あ、本当あるやん、あるやん。え、マイト君これになって。そのなんか気色悪いやつだなって。え、マジ、プレちゃん。え、今のは冴えてた。これは冴えてたわ。なんかバレてた、冴えてた。取れないっす。すいません。え、マジ？これドア開けないといけないんじゃない？あ、だから電力不足なんだ、多分。そういうことか。え、でも何はめんの？電力不足ってあれ何はめればいいの？っていうか。ね、そこだよね。バッテリーみたいなやつじゃないの？あ、なんかさ、1階のさ、一番最初なんか行けそうなとこ。あー、あったね。なんかさっきさ、ね、あの玄関がどう、これどうやって戻るんやったっけ。確かに玄関に切るようになったもんね。そこワンチャンあるかもね。なんかボタンがずっといるんだけど、ボタン星人がいるんだけど。ボタンさ、めちゃくちゃ早いんだけど。ちっちゃいから。え、早い早い早い。あ、いけないか。あ、ボタンならいけんじゃね。ボタンならいけるんじゃん。マジ。え、マイトン来て、ボタンのままで。マジで早い早い。え、ここここ、この下いける。で、中で入れ替わるみたいな。右の方。ったね、なんか。お、いけるじゃん。なんか入れ替えられる。いきますよ。はいはい。お、待って。なんかある。電力を送る、きた。やばい。ナイス。すげえ。ボタンまで正解じゃん。マジかよ。
なんかふざけてんなとか思ってたけどさ見て見て、クマになれた次すげえかわいいマジか、意外にうまくいってんな俺らの発想で。ちゃんとね、最初ふざけてるつもりだったけどな僕ねえねえ早く戻れよ邪魔くせえなとか思ってたけどいやこれ来たっしょ、これで、あでもまだ待ってよ、あ電力これでオンにするんじゃないの、扉を開ける。あ、来た。え、動作可能。マヒ君、マヒ君だ、マヒ君だ、マヒ君だ。いや、マヒ君のあのこれあれがロケットマーク。はいはい、扉が開いた。あ、扉開けるだけでよかったのか。あ、だからここの扉開いて。あ、なるほどね。鏡にはなんなくていいのか。だよ。いやでもプリちゃんの発想すごかったよ。結局鏡に対面しなきゃいけないからね。ありがとうございます。地下室。まだあるの？え、ちょっと待って待って待って。ちょっと待って。おお。おお。おおおお。ほい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 。もうさ、今のでクリアにせえへん？うん、あり。あり。だって結構感動的やったやん、もう。ね。ついに来たぜみたいなね。そうだよ。出ました、皆さん。無駄に何も考えずに叩くところまで来ちゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、いや、もうさっきので感動的やったからさ。俺疲れたよ。やばい、待って、ストーム来てるわ。まあでも結構この後も続くっぽいんで、まあね、僕たち3人にしてはまあ上出来でしょう。もう別に僕逆にもうサボテン可愛いかなと思ってきたんで。まあ。ここにいたらわかんねえよ、ここにいたら。あ、確かにね。ここにいたらわかんねえよ。逆にこれ、バトロワやとさ、草むら入ったら、ね、カモラーズできるかもしれないし、ね。お前、ええやん。ええやん、それで。ええやんな、これ。ええよな。文句ないな。うん、文句ない。だってこれ、もう 4LDK ぐらいあるし、ここに住もうぜ、もうむしろ。いや、確かにな。もう、すんげえ。うん、もういいやなんでも。ほんな俺、トイレに住むわ。じゃあ、俺、個人部屋で。じゃあ俺だけ個人部屋で俺だけはこうトイレありがとうございます